ません。アルバルクチュアリーダーのあやです。今回は美脚脚力トレーニングです。私と一緒にトレーニングして美脚を手に入れましょう。クラムシェルです。お尻の横の筋肉を鍛えていきます。まずはじめに横に寝転がります。お尻とかかとのラインを一直線に置きます。かかとを離さないように足を広げていきます。この時に骨盤が後ろに下がらないように注意しながらやっていきましょう。左右10回ずついきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。皆さんいかがでしょうか？お尻は効いていますか？それでは反対いってみます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。シングルレッグヒップリフトです。もも裏からお尻までのを鍛えるトレーニングです。まずはじめに膝を立てて仰向けに寝ます。片足を上げます。つま先からお腹が一直線になるようにお尻を上げていきます。この時に肩が上がらないように首を長くしてお尻を引き締めながら上げていきましょう。10回を左右1回ずつやっていきます。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。皆さん、お尻は効いていますか？次は反対のお尻もやっていきます。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。サイドステップです。下半身の安定と脚力をアップするトレーニングです。まずはじめに足を肩幅に開きます。膝とつま先が同じ方向に向くように気をつけましょう。お尻を深く落としてサイドに2本ずつステップしていきます。この時に背中が丸まったり腰が反らないように注意しながらやっていきましょう。20秒2セットやります。いきます。せーの、10秒経過です。皆さん聞いてますか？かかと重心にすると負荷がかかってさらに効きます。皆さんいかがですか？お尻に効いていますでしょうか？次は2セット目いきます。いきます。せーの、2セット目辛いですね。頑張りましょう。10秒経過です。お尻は効いてますか？終了です。スモースクワットです。お尻と内ももを鍛えるトレーニングです。まずはじめに足を肩幅よりも大きく開きます。膝とつま先が少し外側に向くように開きましょう。お尻を深く床と平行になるように落としていきます。15回を2セットやっていきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。皆さんいかがでしょうか。結構効いてきましたね。それでは2セット目やっていきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト5回です。11、12、13、14、15。スタガードスクワットです。下半身の強化と脚力アップのトレーニングです。まずはじめに足を一足分後ろに引きます。お尻を突き出しながらスクワットしていきます。起き上がるときはお尻を引き締めながらしっかりと上まで起き上がりましょう。この時に膝がつま先よりも前に出ないように気をつけながらスクワットしていきます。15回やっていきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと5回です。11、12、13、14、15。皆さんいかがでしょうか。聞いてますか。反対も頑張ってやっていきましょう。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと5回です。11、12、13、14、15。皆さんいかがだったでしょうか。私たちと一緒に一瞬ではなく一生ものの体づくりをしていきましょう。